大阪北新地にあるこたつという焼肉屋さんです。こっちがいっぱいだったのでハラレーというところの裏側に案内されました。メニューこんな感じです。まあ1000円前後なので北新地、とはいえ、普通の値段という感じなのではないでしょうか。上タン1650円、結構しますよねやっぱりね。でこれキムチでございます。これいくらかちょっと忘れました、すいません。でこれタンですね、うまかったです。あの厚切りタンはもうちょっとね、あの高級なんですよ、2800円ぐらいしたんですけど、あのこの上タンも美味しかったです。なんかやっぱりちょっとあのレアでいただくとね、もう本当にあのタンっていう感じでございましたね。でナムルの7種盛り、非常に綺麗なナムルでございまして、これ全部美味しかったですね。で薬味のネギチョレギというのがあるんですが、あと、ニンニクのホクホクニンニクですね。で、ホルモン系いろいろいただいております。結構食べてますね。でご飯ですね、ご飯大盛りでございます。ハラミとご飯、もうご飯も残り少ないのでございます。ちょっとおかわりしようかどうしようかと思ったんですが、おかわりはしませんでした。でハラミにさっきのホクホクニンニクを巻いていただいております。でなんか辛いタレをつけて食べたんですけども、これもうまかったですね。であと何食べてるの、あとマルチョーか、ちょっと焼きすぎて、ちっこくなってますが、もうなんかクリーム食べてるみたいな、バター食べてるみたいな感じでございましたね。でこれ一番美味しかったロースの、普通のロースなんですよね。でつらみをおかわりしたのと、ロース美味しかったんですよ。上ロースよりも普通のロースが一番美味しかったっていう、これも見るからにほらなんか甘そうな肉ですよね。これね、これにのけておいたご飯とキムチをいただきます。もうちょっと冷めてるので固くなってしまってますけど、でまだいろいろ焼いてます、ハラミやらなんやかや。でさらに最後に、冷麺の、ミニかスモール、この冷麺も美味しかったですね。あっさりとして、酢後でいっぱい入れて、いただきましたが、場所は大阪北新地の、この辺でございます。焼肉は久しぶりに行きましたが、やっぱ元気出ますね。なんか肉を食べると、やっぱり肉を食べると長生きをすると思うんですよね。なんか割とおじいちゃんおばあちゃんとか年いってる方でも肉結構食べておられる方多いと思うので、まあ、これからもまた、食べていきたいと思っております。今日食べたご飯をサクッとあげるチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。